いつでも。いつでも。はい。トイトイトイ始まりますね。ねえ。山口玲香さんとご一緒するんですけれど、私今入社14年目なんですが、実は入社2年目から山口玲香さんとは日曜日のテレビの番組で一緒していまして、まあ、いろんな思い出があるわけですよ。どれぐらい喋っていいんですか？長すぎたらダメ？まあ、全然いいですよ。いいですか？じゃあ後でつまんでください。そうそう。容赦ないですね。まあ、いろんな思い出があるんですけど、やっぱり私がまだこう入社キャリアも間もなくて、よくこう番組のエンディングで必ずお尻のコメントが切れてしまって、うまく締まらないっていう時に、れいかさん優しいから、何かこう怒ったりはしないんですけれども、すごく横で嫌な顔してましたよね。あとはHKT48 がね、ちょうどデビューした直後で、毎週その番組も来てくれたんですけれど、私が一生懸命喋ってる横で、レイカさんが生放送中ですよ、ケンちゃんってちょっとちゃんとしなさいよ、鼻毛出てるよって生放送中に教えてくれるもの。今回ラジオ番組ということで、私の鼻毛がオンエアに乗ることはないと思うんですけれども、まあ、とにかく麗華さんとですね、時々は、今人がちょうど扉から出ましたね。そうなんです。止めてくれるかな、今いい話してるから、佳境だから。どこから行きますか？最初から行きます？テイク2。いや、もっとうまく話せたなと思って。大丈夫ですか？まあ、何が言いたいかと言いますと、とにかく山口玲香さんと10年ぶりにご一緒するから、またあの時のように入社1年目2年目のように、もう私は玲香さんにどんどん甘えていくし、玲香さんからいっぱい叱ってほしいし、ただお互いにある程度の年齢になったので、今だからこそできるお話をしていきたいなというふうに思っています。ぜひ RKB ラジオトイトイトイお楽しみください。